雑誌浜野さんです。もう塗り替え道場の大ベテランの職人さんですめちゃくちゃ優しい人なんですけど、浜野さん今職人歴、塗装職人32年ぐらいですね。32年塗り替え道場はもうベテランの職人さんがたくさんいるんで、その人の技とかね、いろいろ紹介できたなと思って。で、今日たまたま雨なんですよね、はい、雨で現場がストップなんですよ。雨の日塗ったら怒られちゃうんで。なんでそういう日何してるか、調色作業ってのがあるんですけど、今外壁の色をつくんですね。そうです。ちょっとお値打ちに塗装する方法ってのがあって、在庫塗料を使う場合は値段が比較的安くお客さんに提供できます。イエーイ、すいません緊張するな変な汗かくすごい仲良くしてもらってて、一度飲みにも一緒に連れてってもらってるからここでいっぱい倉庫なら塗料が余ってるんですよね。言ったらバーってちょっと映せますか、ピーって。その塗料を調色って混ぜて、このまあこれぐらいの色がいいよってぼやっとした人だったら、そっちで僕らが手作りでした方がお得にできます。で、実際その現場なんですよね。はいはい、今から作ります。この樽を用意して、その外壁の関数ですね、だいたい3巻から4巻いるので、まあ4巻分ぐらい今回作ってもらえるってことで、はい、はい、色は何色ですか。グレーですね。グレー、これぐらいのグレーですね。 N75 ぐらいでちょっと作っていきたいと思いまーす。はーい、行きましょう。レッツーゴー。1巻入りました。2巻、テキパキ感がすごいよね。だいたい薄い色入れていくんですか、さっき。そうですね。で、濃い色入れて、はい、調整するんですね。はい、横についた塗料ですね。もったいないんで、ゴムベラですね。ちなみにこれは溶剤も使えるんですよ。あ、そうなんですか。ゴムベラってあれですよね、基本的にはゴムなんで、溶剤だと溶けちゃいますもんね、はい、それは使えるんですか。これは溶剤も使える、ゴムベラ専用の。手際がめちゃくちゃ早いよね。パッパパッパ早いあ、実際にそこ塗ってみるんですね。はい、このこっちで見てる色よりなんか全然違う風に見えますよね。で、これと合わすと、はい、おお、だいたいこんな感じじゃないかな。早っ早いっすね。これですか。そうです、狙ってる色は、はい、大体こんな感じだと思うんだけど、これまた色の上りっていって乾いたらちょっと濃くなりますもんね。オッケーです。早っ早い多分これが乾いてきたら本当ぴったりぐらいにいきますね。じゃあ早っでもう3巻できた。もう4巻早いでしょ。そうっすね、もうほぼぴったりっすもん。え、早すぎんすか楽勝っすか。オッケーですグレーは楽ですよねで、次はここのカンカンに戻すので、このカンカンをきれいに再利用ですね。これ便利。いいんですか、それ。ああ、確かに長いから。すごい。この袖が汚れないですよね。そのチャンピオンよく使うんですか。使わないですね。邪道ですよ、これ。邪道ですか。はっきり言ってやっぱ短い方がいいですか。それめちゃくちゃ長いですもんね、やっぱり。そうですね、よっぽど使わないですね、このチャンピオンは。めちゃ長いですもんね。浜野さん、なんか好きなハケとかあるんですか。最近、外壁はやっぱり、はい、ブタケばっかりですね。ああ、そうです、コミがいいですもんね、うん、特に理心面なんかとかは、はい、ハケが負けちゃう。そうですよね。僕も何度か浜野さんの現場に応援行ったことがあるんですよ。めちゃくちゃ早いで、めちゃくちゃ綺麗。いや、もう年なんで、もういや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 、バリバリじゃないですか。
僕が夫婦言っとったもんね、休憩するって言ってあ、しますって。何がすごいってさ、その朝食してるとき何度も何度も刻んでくじゃん。だいたい黒とか入れるの怖いじゃん。で怖いです、一番変わるじゃん。そうそうそう、黒と赤ね。で、ちょこっとずつちょこっとずつ刻んでって近い色に寄せてるけどさ、浜田さん1回しか入れてないもんね。感覚ですか、やっぱり感覚ですね。あれ、一級のさ、はい、あの板さ、はい、全面紙超えてないでしょ。はい、全面紙超えてないでしょ。全面紙ごきっすね。俺たちの時紙超えてないよ。しごきなんで、こっから今これは厚みつけてるんでしごくんですよ、こうやって立てて。次は、あ、変わったんですか。シール入れたよ。初発ですか。うん、ベニヤ板にですか。うん、ホワイトシール入れたよ。僕らの時しごき終わって地付け終わってでシールですか。全面シール入れて、はい、でテープ貼って、はい、で地付けして、はい、全面しごいてないもんな。変わったんですかね。確かに、あ、YouTube 見てもらえてるんですね。うんうん、確かね。あれ俺しごいてねえけどなと思ったもん。変わるんですね、やっぱ。うん、だれあんだけの量でさ、はい、全面しごけんか。そうですね。うん、だれ確か俺しごかったけどなと思って。あ、そうなの。シールあれだけどなと思って。浜田さん、ダメコミバケとかなんかおすすめあります。ダメコミバケ、はい、普通の30の炭切り使ってるのかな。炭切り、うん、パフの返しとかがあるときね。ああ、そうですね。あの軒天とハフ板の返しのとこですよね。ちなみにあの前寺岸さんも道具めちゃくちゃ持ってて、で浜田さんの車もさっきチラッと見たらめちゃくちゃ乗っとんだ。それ見たい。紹介したい。それ見たいですね。で結構なんか道具ってみんな気にならんすか。ちょっと多分気になると思うんですよ、僕職人やっとったら。あ、こんな道具あるんだ。みんながどういう仕上がりをしてるか見たいね。ああ、現場の、うん、人はどういう風にやっとるか。そうそう、僕らは結構応援にどんどんいろんなところに呼んでもらえるんで、いろんな勉強になりますね。山下さんとか、はい、トイとかハケてるの言ってるかな。そうですね、僕もハケハスね。ちなみにアピールしちゃった。めっちゃ綺麗ですね。全然違う、ね、手間かかるんですけどね。でも縦取りだけハケに行ってます。ことは軒取りとハフは一緒にローラーで転がして、縦は一番下まで見えるもんで、やっぱなんか鏡みたいにしたりたいじゃないですか。全然違うですね。全然違う。最初ハケ目見えるのかと思って全然見えないですよ。見えるね。で今安くてもいいハケいっぱいありますもんね、うん、当時はその宇宙とか本当主流でめちゃくちゃ高かったですけど、やっぱりいいのはやっぱりあれなんやな、シャバーやつ何回も塗るのが綺麗だよね、はい、あー、重ねで見て薄くハケ目が出るもんね。はい、材料を薄くするってこと自体が悪いことじゃないですもんね。ちゃんと重ね塗りして膜厚つけてもらえば、一回で厚塗りすると割れるでね。そうですね。はい、はい、これカンカンが綺麗になって、よし、せーの、よいしょ。はい、バケツも最後ヘラで。オッケーです。ザッス。ザッス。早すぎるす、めちゃくちゃ。早いっす。めちゃくちゃ早い。これ余裕ですか。余裕ではないですけどね。もうかかった時間がめちゃくちゃ早い。もう短かった、ね。短かったっす。でももうそのさっきもちょっと動画で言ったんですけど、刻みが少ない。もう感覚で。立っていただけで感覚ですね。ほんとぴったりあったっすね。1回しかやりてないですよ、その調整する色も。すごいっすね。もう4巻できたっすもんね。はい、作ってもらおうかな。朝食はもう浜田さん作ってもらおうかな。朝食は苦手。めちゃくちゃ早いですけどね。チャンネル登録ですね、いいね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。また見てね。あ、いいです、ありますか。そうじゃないですか、雑巾、うん、あ、いいよ。あ、じゃあ一番これ、あ、2枚使ってもいいですか。いいよ。早い。もう茶番の汚い人は仕事も汚い。おお、俺の持論だけどね。そうですね。でもそれありますね。言うっすね。